まあ、ビートマニアの後に開発した後に、ポップミュージックというゲームを、ね、作るから、ちょっと人手が足りなくて、でちょうど僕のところに歌と、ね、歌詞を、やってくれないかっていうことで話が来て、まあ、それがきっかけでクトを開いてトラックを追加、さらにインストゥルメントというところを選びますと、こういう感じでインストゥルメントトラックを追加という、ね、ウィンドウが出てきます。でここでまずね、まずは、主要三和音の C と F と G、だけで作った、コード進行8小節、ね、C、F、G、C、C、F、G7th、C、 こんなコード進行を作ってみます。じゃあ実際にね見て、
最初に使いたい音源をね決めちゃうんですね。はい、まずウィンドウ開くとね、いくつもの何千のも、もうすでにキューベースに入っている音源がこうわーって出てくるんですけども、この中からね、まずはリズムトラックで必要なドラムの音源を選んでいきたいと思います。はい、選び方は、はい、こちらのカテゴリーの中、いろいろね、アコーディオンとかベースとかいろんな楽器の名前が書いてありますけども、その中からドラム&パーカッション、ね、こちらを選んでみましょう。これですね。はい、でさらに今日は、もうちょっとねドラムセットの中でも基本的な音源ということで、ドラムセット GM という、ところを選んでください。はい、するとさっきのね何千種類もあった音源の中から、ドラムの音源だけがねこんな感じで絞り込まれます。はい、そしたらこの一番上に出てきているステレオ GM キットというのを選んで、トラックを追加というボタンを押しましょう。はい、出てきましたね。はい、これが、ドラムのトラックになります、ね、今これ鍵盤をしてますけども、打楽器全般の音が、収録されてます。はい、じゃあまずは、画面に直接、リズムパターンを記入するっていうやり方で、入力します。はい、はい、こちらのね上の方、今マウスでぐるぐるってやっているところ、初期状態だと今これ矢印ツールになってるんですけども、これをね鉛筆ツールに変える必要があります。鉛筆ツールを選んでください。で鉛筆ツールにして、こちらのねトラックにできてます、これ小節ごとに、ね、区切られますかね、区切り線がありますよね。小節ごとに区切り線がありますよね。はい、この中に、1小節間のブロックを作ってみてください。こんな感じですね。はい、でこれができたらまた鉛筆ツールから矢印ツールに戻して、このブロックをダブルクリックしてください。はい、そうするとねこのブロックの中身、小節と拍に区切られたこうマス目状のね、画面が出てきます。ここに、一個一個直接書いていきたいと思います。はい、多分ねこれ開くとまたこれ矢印ツールになってると思うんですけども、またここで鉛筆ツールというのを選んでください。はい、でここに、こんな感じで書き込んでいってほしいんですね。まずは、まずここの C1 と書かれている横の位置にポツンとね一個記入します、ね、今出た音が、バスドラム、ドラムでいう一番低い音ですね。はい、で次にここの2番目の、わかるかな、ちっちゃいマス目が 1,2,3,4 あって、その次のとこですね、ここです。はい、ここに、1個書き込んでください、ね、でさらに、ここ3拍目に当たるとこですけども、ここにバスドラムを、2個入れます。はい、でここに、4拍目に当たるところに、はい、こういった感じでスネアを記入していきます。さらに、ここのファのシャープに当たるところね、これハイハットっていう楽器なんですけども、1,2,3,4,6,7,8 こんな感じでね、1小節の中に均等に8つ分入るような形で、書き込んでみてください。はい、これで一回再生してみましょう。はい、こんな感じのドラムパターンが出来上がります。はい、じゃあ一回これを閉じて最初の画面に戻ります。はい、でこんな感じでリズムパターンが書かれた状態のブロックが今ここにあります。これをさらに、コピーペーストしますね。コピー&ペーストします。こんな感じで増やしていきますね。曲の長さに合わせてこんな感じで増やしてみてくださいね。そうするとこの1小節の4拍のリズムパターンが、こう完成しますよ、完成しますよということになります。はい、じゃあ今日の講義はここまでにしたいと思います。